Uh, let's read our key verse. I have a power pointer. Okay. John 13, 34 and 35. Let's say it together. Say hey. no. So now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. ヨハネの福音書の13章の34節と35節です一緒に読みましょうはいあなた方に新しい戒めを与えましょうあなた方は互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさいもしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が 私の弟子であることを全ての人が認めるのです <Amen. S 2> お祈りしましょう Father, 天のお父様この時をありがとうございます今日あなたのことをもっと学ぶことができて本当に感謝しています そして今日あなたの御言葉を聞くことができるように私たちの耳を心を開いてください。そしてあなたの御言葉が私たちの考え方を変えてくださいますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アー relationships. 強い人間関係を築くということを語っています。 見せ,見せかけを超えてそれをしていきましょう。イエス様が私たちを愛してくださったのと同じ方法で互いに愛し合いなさい。ですから、人間関係というのは、キリストのような愛によって定義づけられるべきなんです。 というのはイエス様はこうおっしゃいましたイエスのように愛することがクリスチャンであることを定義づけるからです。 そしてこのメッセージのシリーズの一番最後の箇所にセクションに部分に入りました。そして性ということを語っています。そして性というのは恋愛や結婚だけでなく全ての人間関係に影響を与えます。 性というのはすべての人の人生においてとても大きな位置を占めるものです。というのは私たちそれぞれが性というものを持っているからです。ですから、この性というものがすべての人間関係に影響を与えるものになっているんです。 So how do we live and love Christ-like in terms of sexuality? I think Christ-like sexuality offers every person an answer to the confusion that the world brings us. Christ-like answer to sexuality. Christ-like answer. Christ-like sexuality. 私 <Answer. S 2> an というものに混乱がありますけれどもそれに答えの出すものは、キリストのようなたでのりは、すというのは、この話というものに関してこの社は、にのは、世の中にのは、多くの混乱がもは、たらのれているからでは、私たちの話は、私たたちの話たちの話は、私たちの話は、 When Paul wrote this letter to the 先週お話ししましたけれども、パウロという人がエペソードにある教会に手紙を書きましたけれども、その書いた時代はですね、そのエペソとその地域においてですね、えー、大きな、セクシはあ、 この時代の文化において性というものがあ,あらゆる文化の側面に大きな影響を流していました。 そして、えー、その時代のローマの人たちとかまたギリシャの人たちがお性に関してこれはいいことだと言っていたことは実は神様があ語っている性に,性に関してのことと全く反対のものだったんですね。そこは、そうです。 そしてパウロという人はこの小さいエペソにある教会に手紙を書いたんですけれども、その教会はですね、えー、ローマとかまたギリシャの文化の真っ只中にあったんですね。Just <like> us. それは私たちと同じだと思うんですね。そして、エフィジンス4:17、Paul says、With the Lord's authority I say this: live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. えー、そしてパウロという人がこのエペソビトへの手紙エペソの人たちに手紙を書いてこう言っています。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや違法人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけ、ま、なりません。彼らはその知性において暗くなり、 彼らのうちにある無知とカタな,な心とのゆえに、神の命から遠く離れています。They have no sense of.They、hmm. have no sense of shame, they live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. えー、19節はこう言っています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、違う ごめんなさい、not, 4章の 10, 20節19節ですね。無感覚になった彼らは、公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。と、so uh,、こ節しかしか。 あなた方はキリストをそのように学んだのではありません。すみません、パワーポイントが間違っていましたので、聖書から読みました。そして十九節で。 えー、無,無感覚になった彼らはと書いてありますが、その無感覚になったというのはですね。こう皮膚にこう硬い皮膚がこうできてしまったような。もう何にも感じなくなったような皮膚のようなものだとパウロは言っています。タコみたいなものができて、皮膚が硬くなったら、そこは感覚がなくて、針で刺しても痛くないんですね。 でもその硬くなった皮膚というのはすぐにはできない。時間,がかか時間をかけてその皮膚が硬くなっていくんですね。And そして私たちが無感覚になるというのも同じことが言えます。本当にこう何か悪いことをしたり、間違ったことをしても、あでもしょうがなかった、あれはこうだったからという言い訳をして、えー、そう悪いことがを,を行い続けてしまうことがあるんですね。 God, そして悪いことをしてもそれに言い訳をしてあー変えようとしないので、えー、だん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 その悪いことに関して無感覚になってしまって、神様の正しいということに対して無感覚になりなってしまうんですね。No brand new ですからあ最近クリスチャンになった人も長くクリスチャンとして生きている人もですね、えー、一晩でその皮膚が硬くなること心が無感覚になることはないんですね。 でも、その無感覚になるというのはですね、少しずつ少しずつ悪いことをして罪を犯してもそれに対して言い訳をしてしまいますので、ライフスタイルが罪に対して無感覚になってしまう、硬い皮膚になってしまうようなものになってしまいます。それはですね、人がポルノにはまってしまうということも言えるでしょう。 Help myself and pretty soon they so、そして、えー、最初は少しだけこうポルノを見るんですけれどもそれがあできないやめられないということがあ始まってしまってそして最終的にはあ神様が正しいと言っていることに無感覚になる皮膚が硬くなってしまうことが起こるんです。And soon

ですね。世の中の見方に沿ったような考え方歩み方をしてはいけませんとパウロは言っていますというのはそれはあしっかりとあ制御できない鍛錬されていない心から出てくるものですそして神様ははっきりと聖書の中で 特に性に関してこれは正しい、これは正しくないと、これは受け入れられるもの、これは受け入れてはいけないものということを語っています。今日は、1 fact, Peter, tells us, First Peter 3の中で、第一ペテロの3章の3節から4節で、このように言っています。He says, あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を飾るような外面的なものではなくむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。 これこそ神の見前に価値あるものです。ペテロという人はこの聖書の中でこう言ってるからといって、きれいな服装をしてはいけないのではありません。But are you more concerned about でもここで言ってることは、あ神様がど,どのように私たちを見ていらっしゃるかということ以上に人からの、人からどう見られているか。 誰がどう思ってるかなということを大切にしてしまっているでしょうか。Looking, look, というのはああ、外面だけに心を留めて、人からよく見られたいということに集中してしまうと。 ガイメンだけにもロールコツクシティガイメンだけを見てもらおうとしたしまうと、どこにどきしんの人はですね、マチガタヒトウォー、ヒヨセテシマウト、ユキケンガ、ヤテキマス。Because what keeps a person coming back is not how you dress on the outside, but what you're dressed with on the inside. というのはあ人と長い人間関係、いい人間関係を築こうと思うならば、外見によって人を引き寄せようとするのではなく、内側にあるあものを通して人と関わっていくことが必要なんです。 というのは適切な正しい人男性を引きつけたいと思うならばそれは朽ちることのない、えー、穏やかな霊というものを持ちなさいとペテルは言っていますそして、えー、私たちがセクシーな服

でもですね、えー、特に女性はセクシーなあー服を着て、男性を引き寄せようと思って、もしかしたらね人は来る、男性は来るかもしれませんけれども、でも良い長続きする真の素晴らしい人間関係を築こうと思うならば、外見で人を、男性を引き寄せてはいけないんですね。それは長続きしないんですね。So The world tells us, right? そして今私が語ったことは世の中が語っていることとは本当にもう全然違うことだと思うんですね。<that> right? そうですか皆さん。世の中はこう言いませんよね。Like、でも神様が望んでいらっしゃるのは私たちがキリストのような行いを真似ていくということです。 皆さんは誰と自分を比べたいと思いますか,なんかこう雑誌を見てですね、素敵な服装をしている人がいたら、あこの人のようになりたい、この人のような服を着てみたいと思って、自分をそのような人と比べるでしょうか それともですね、自分がすることすべてにおいて、キリストのようになりたいと思うでしょうかというのは、自分を人と比べるのではなく、キリストと比べるときに、常に正しい方向に歩んでいると言えるからです。 ですからあ、きれいな服装をしてはいけないと決して言ってません。でも私が語っているのは、あなたの心はどこにありますか外面をきれいにしよう、美しくしようと思っているのと同じくらい、内側の自分をきれいにしていこう、お穏やかな礼を持って、うわしくしていこうと願っているでしょうか っで, <laughs> でもそれをするためにはイエス様との個人的な関係が必要ですイエス様が生きた生き方を自分もしていくイエス様が愛した愛し方で私は人を愛していくということをするためにはイエス様との個人的な関係が必要ですイエス様は イエス様は自分の男性的な魅力を持用いて人を操ることを決してしませんでした。イエス様は そして、えー、イエス様が遊女と出会って、その遊女の罪をに直面した時もですね。それをすることによって、その人が遊、uh, right、女が正しい人生を生きていくようにという助けをしてあげました。Now,

でもイエス様にもその性的な願望がありましたけれどもそれによってイエス様の行動があ左右されることはありませんでした。イエス様の中に住んでおられた聖霊様の力によってその性的な願望も自分であコントロールすることができました。イエス様の中に住んでおられたイエス様の力によって えー、ヘブル人への手紙の4章の15節と16節はこう言っています。私たちの大祭司はこの大祭司というのはイエス様のことを語っていますけれども私たちの弱さに同情できない方ではありません。 罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに,試みにあわれたのです。So、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、りにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 When w n o a i n g t 神様には喜ばれないと、はっきり分かっていることに、また行いに誘惑された時そのような誘惑がやってきたときに、でも私はこの誘惑には勝てないとか、人がやってるからいいんだよっていうような言い訳はしないで。 そのような時にこそですね、えーえー、聖書は言っていますね、えー、神様のみ座に、えー、恵みの御座に大胆に近づいていこうではありませんか。 えー、あなたはそのような試みにあったときに神様があなたを非難することはありません。逆に神様はあなたにあ、えー、れみ恵みをくださいますよと言っています。そしてパウロという人はコリントというそしてパウという人はコリントというところの教会にこう言っていますね。私がキリストを見習ったように、あなた方は私を見習ってください。 そして私たちがあ時々ですね、間違っているというような、行いを、また罪を犯してしまう、その一つの理由はですね、それを間違って,るって,分かっているとい密にする誰にも言わない、自分だけでやっていこうと隠してしまうからです。And we get angry そしてそのような時に誰かがやってきてえでもこれちょ,ちょっと違うんじゃないですか間違ってるんじゃないですかって言われるとそこを指摘されると私たちは怒ってしまうそしてでもパウロは言っていますね、えー、私たちはキリストに見習って従っている者たちのように私たちも彼らを見習って、えー、イエス様に従っていきましょう ですから私たちは周りを見て、イエス様に従っている人は誰かなと思って、それを探して、見て、そしてイエスキリストに従っている人たちのライフスタイルにお見習っていくべきです。そしてそのような人たちのライフスタイルに従って、そして何かあれば自分の人生に何かを言ってもらう、語ってもらうということがとても大切だと思います。Who do we hang out with? 私たちは誰と時間をたくさん過ごすでしょう誰と一番時間を過ごしてますか皆さん。というのはあ、皆さんの友達皆さんの友達、どういう友達と時間を過ごすかという、皆さんの友達を見ると、 皆さんがどういう人かということが分かりますし、また皆さんが本当にキリストに従って生きているかということも分かるんですね。Are you hanging around them to share

そして、えー、キリストには従っていないはっきりと従っていないライフスタイルを送っている人たちを見てでも彼らのライフスタイルが好きだから自分もそうしていこうと見習ってしまうそういうことが始まっていると実は自分の心が硬い皮膚のようになって、えー、無感覚になり始めているんではないでしょうか。 パウロはすみません、日本語入ってません。でしたパウロは言ってますね。えー、その代わりにキリイエス・イエスキリストのご臨在を身につけなさい。そして、えー、自分のお悪いあ願いを。 お欲望を満たすような方法を考え出してはいけません。So えー、ではこの聖書の箇所を私たちの人間関係、また、性というものに関してどう当てはめたらいいでしょう That affects others. 私たちの性の表現というものはすべての人間関係に影響を流します。ですから、相手のためにそれをしてあげる。自分の欲望とか自分の願いをまず第一に満たそうとするのではなく、相手を先に考えてあげる。 それは自分のおーそれを相手のことをまず第一に考えてあげるために自分がしたいという願いに死ななければいけないかもしれないそれは例えば服装ですね自分はこれを着たいと思ってもでもこれ,これを着ることによって相手に影を及ぼさない相手の目に害を及ぼすものだということが分かったらその自分はこの服を着たいという願いに死んでそれを着ないっていう意味ですね And そして自分の性を使って、えー、相手を利用したりとか相手を操ったりとかすることをやめましょう。 考えてみましょう。小学生でさえもですね。もうこうこの世の中にこの社会に生きてきて、性というものに、こうはっきりと、こう、直面しているんですね。And I've even had kids come up to me and try to punch me in my private area. そしてですね、こういうことが私にも実際に起きました子どもがですね、小学生ぐらいの子どもが、私のところに行って、私のプライベートな部分にこうパンチしようとする、それがしてもいいんだとか、それをパンチをすることが面白いんだというような。 ことを思っっててしまってるんですね s <S でもそのような男性のプライベートのところをパンチしてもいいというような振る舞いはどこから学んでいるんでしょう世の中からですね、それをすることは面白いんだっていうふうに世の中から学んで自分もしちゃうんですね。でも、それって神様は喜ぶと思いますか、no It's not pleasing to God. <laughs> I think young people, especially young people, especially, especially as you get into junior high and high school. I think you need to be aware of how sexuality plays a big part. 人間関係において、人との関係において、この性というものがどれだけ大きい影響を及ぼしているかということに気づくべきだと思います。Are, others, そして、えー、自分がどれだけ神様に愛されていることか。 愛さ,愛されているかということが分かってそして自分を愛すそういうことができたらあ人間関係というものがもっと変わっていくと思います you know そして、えー、神様からこれは絶対にはっきりと喜ばれないんだと思われるような思うようなあ振る舞いを人から あーされそうになってもそれに対して負けないでください。それをしないでください。というのは、それをしてしまうと神様は絶対に喜ばれないということを,をしてしまうと、してしてまうとそれによって自分に恥がやってきます。And if you それが罪になって、神様に喜ばれないので、罪になって、そしてそれによって、あ、罪を犯したという。<laughs> 恥の心が自分にやってくるからです。そして、そのようなことをしてしまうと、将来、自分が結婚する相手、奥さんとか旦那さんに影響が流れてしまうんですね。 ですからその性に関して自分のことだけを思うのではなく、それに自分がこうすることによって、相手はどのような反応をするかな、相手にどのような影響があるかなということ、相手のことも考えてあげましょう。というのは、イエス様もそうしたんじゃないでしょうか。 というのは自分のこと以上に相手のことを考えてあげた、相手にこうしたらどのような素晴らしいことができるかな、触れることができるかな、自分以上に相手のことを考えてあげたというのがイエス様です。そして性的な間違った振る舞いということに関して。 教会は安全という場所ではないんですね。私、いろんな人と話して、カンンセリングをしているときに分かったんですが、やはり、性というもの、まあ、性的な振る舞いというのは、この教会にも大きな影響があるんですね。そう do we overcome that? では、どのようにそれを克服することができるでしょうそれは<ー>神様の御座に出て神様の憐れみを求めること。ことそして、自分をまず第一にするのではなく、私たちが人間関係を築いている。 相手のことをまず最初に考えてあげる、思ってあげる。Like えー、キリストのような形で方法で、えーいうのは、キリストが人と関わったようなあ方法で、私たちも人と関わってそして、キリストのような愛、キリストのような敬意を持って人と人間関係を築く。 この世にはあ愛を求めている人がたくさんいます。また人から注目されたいと思っている人たくさんいます。To to really、そして、えー、その人から愛されたいとか人から注目されたいという願いがありますので自分の 服装を通して人を引きつけよう人か,ら人から愛をもらおう、注目をもらおうと、してしまう人がたくさんいるんですね。でもその理由は、やはりそのような人たちは、子供の時に、親から、お父さんから、お母さんから、適切な、正しい愛を受けていなかったから、愛に飢えているということが言えるんですね。Kind of そしてそのようなことを外見で人を引き i けようと思って人間関係とかまた 恋愛関係を始めるんですけれども、でもそれがやはり外面を通してやっていくものなので、最終的にその人間関係が破壊されてしまうという結果がやってきます。Do, でもですね、私たちがどうしてこのことをするのかなというその理由、それが根にある理由なんですが、それを取り扱っていくときに、It will 私たちの考え方が変わり、私たちの服装が変わり、そして私たちの行いも振る舞いも変わってきます。ですから、そのために、は 神様の前に出て、神様の水に出て、そして神様から憐れみをいただきましょう。という,と,というのは神様は、私たちの天のお父さんであり、天のお父さんは、私たちのそのままの姿でありのままで私たちを愛し、受け入れてくれているということが分かるときに、私たちは人から愛されるためにこれをする。 人からの注目をもらうためにこの行いをしていくということがなくなっていくんですね、so、そうするとに人間関係において私たちが健全なあ関係を築いて生きていくことができます今朝私が語った言葉は 強い言葉だったかもしれませんが。And and で、えー、今日、うちに帰って考えて噛み下すう必要があるかもしれません。While, okay? そして、えー、来週の日曜日に最後にこのあ人間関係における性ということを。 語ってそれでこの人間関係のシリーズが終わります。でも私たちのゴール、目標というのは、キリストのような生き方をしていく、キリストのような行いを振る舞いをしていくということが目標、ゴールです。お祈りします。の父様この時はありがとうございます。You word, あなたの言葉を感謝します。 Lord, I pray that each of us would receive this word. Lord, that it would change the way we think. Lord. そして私たちがこのあなたの御言葉によって私たちの性に関する考え方が変わっていきますように天のお父様どうぞあ奇跡が起こりますように素晴らしいあ技があ不思議なあ働きが起こ,起こりますように Lord, first, そしてあなたの民の中にリバイバルが始まりますように そしてそれによって私たちの周りの世界にそれが広がっていきますように。<Jesus'> イエスキリストの名前によってお祈りします。a m e n a お祈りが必要な方はぜひ一緒にお祈りしましょう。それがない方は、えー、2階に行ってフェロシップを交わりをしましょう。今日はあーライフグループですからお祈りください。<bless> 神様の祝福がありますように。